皆さんこんにちは、乳がんサバイバーのポカママです。今回は病気のこと、乳がんのこととはほぼ、関係ない、ゼロではないんだけど、この度私ですね、マウスピース矯正を始めました。はい、マウスピース矯正です。今ねつけてるんですけど、あんまわかんないかな。今日でマウスピースの装着を始めてちょうど1週間、1日2日目がすごく違和感があって、もう頭も痛くて食欲も落ちてしまって、マウスピースを外してご飯食べるときはもう歯が痛くて、奥歯の方が痛くて、もうこれが2年ぐらい続くのかって思うと、もうほんと初っ端から心が折れそうで、ってなってたんですよ。でもね、長男くん今10歳なんですけど、私より先に数ヶ月前から同じインデザラインっていうんですけど、マウスピース矯正を始めてて、もうね、私がヒーヒー言ってたら、お母さん今2日目やろ、もうね、わかるよ、2日目が一番きついんよって、わかるよ、でもね、3日目とか4日目になってくるとちょっと楽になるけんってめっちゃ励ましてくれて、ほんとなんかめちゃくちゃ心強い存在がすぐここにいて、めちゃくちゃ励ましてくれるので、ああもうあなた偉いわーって、まあつけ忘れてね、注意される時はあるんですけど、文句も言わずにちゃんと毎日つけているんですよ、長男くんが。ほんとに偉いなと思ってて、これをずっと文句言わずに続けてるあなた本当にすごいねって、なんかめちゃめちゃ褒めましたね。本当に経験してわかるこの大変さ。まあでも続けるっていう覚悟を持って、私はもう始められたことが嬉しくてたまらなかったので、まあ頑張るは頑張るんですけど、まあ一応ね、なんでこの年で歯科矯正をするのかっていうとこなんですけど、一つの理由としてはやっぱり綺麗な歯並びになりたい、もうこれが一番大きいです。で、20代の時に通ってた歯医者さんにも矯正した方がいいよってめっちゃ言われたんですよ。でもその時の先生の圧がもうすごくて、した方がいいよ、矯正しませんかみたいな、もうなんか怖くなってもう通わなくなっちゃったっていうのもあって、で、まあそこからもう何年も経って今に至ると、やっぱり長男くんがね矯正始めて、やっぱ私もやりたいなって思ったのが、ある。もう一個ね、抗がん剤治療中の口内炎もあります。まあ、あくまで理由というかきっかけの一つというか、抗がん剤治療中ってもうとにかく、まあ、歯並び関係なしで口内炎がすごいできやすいじゃないですか。なんだけど、私の場合歯並びが悪いせいなのかわかんないけどね、やっぱちょっとぶつけるだけで口内炎ができて、治療中同時に4、5個もう大きいのができたりした時があったんですよ。で、それにこのね、八重歯とかガチャガチャの下の歯、この八重歯が一番かな、こう触れたりするのが本当に痛くて、もう気がめいりました。まあ、他にも高校生の時かな、20年前、そうね、20年以上前か、口が開かなくなってしまったことがあって、海外指が1本入るか入らないかぐらいしか口が開かなくなってしまったことがあったんです。もうここの顎が痛くて開けれないんですよ。多分今で言う、まあ、病院行ってないから分かんないんだけど、顎関節症だったのかなって思うんだけど、あとはもうとにかく噛み合わせが私悪くって、あと食いしばりもすごいんです。食いしばりというか、まあ、夜歯ぎしりもあったのかな、寝てる時に多分歯ぎしりしすぎて前歯がすごく痛くなってレントゲン撮ってもらったこともあるし、あとはね、次女ちゃんを出産して間もなくして奥歯がこっちだったかな、割れました。多分食いしばりがもうすぐ奥歯に力が入ってしまったのか、なんか歯がおかしいと思って歯医者さんに行ったら奥歯が割れてるよって言われたことがあって、もうやっぱりとにかくね、一本でも多く歯は残しておきたいし、やっぱりこう口元気にせず笑いたいっていうのもある。歯科矯正をにやっぱ興味があるから、SNS で発信されてる方の動画とかも見たりするんですけど、わあすごいなーって、頑張った先にこんな綺麗な歯並びが待ってるんだみたいな。多分ね、綺麗な人には分かんないんですよね、このすごいコンプレックスで私歯並びが。なので
まあ、そういう人たちの発信も見つつでやるぞって頑張ってみたいっていうことで始めることにしました。まあ、今回はひとまず歯科矯正始めたよっていう動画なんですけど、あの担当してくれる歯医者の先生からは発信することってすごくいいことだからって言ってくれて、あの私が実際、うん、映像とかでねこういう風に変わっていくよっていうのもあの動画撮っていいですっていう風に OK もらってたりするので、これは後日編集ができれば出せたらなっていう風には思ってます。あとはね、なんかこう矯正をしようかなって今悩んでる人の背中を押すきっかけになったりとか、あとは今頑張ってる人、今頑張ってるじゃないですか、なんかお互いにこう励まし合いながらも頑張れたりするから、あの発信するのはとってもいいことよって先生言ってくれたので、うん、あの時間がある時ですけどちょいちょい経過をね出していけたらなとは思ってます。ちなみに私抗がん剤治療中は一切歯医者さんに行ってません。やっぱりね脱毛してたからっていうのもあってちょっと行きづらくって行ってなかったんですよ。でもまあ後にねあの歯医者さんに行ったら、行ってその病気のことも説明をして、まあ、乳がんの治療で来づらくて来れませんでしたっていう話をしたら、あの全然来てもらってよかったのにってもう温かく言っていただいて、やっぱお口のね清潔っていうのも健康っていうのもとても大事なことだからって言っていただきました。うん、まあ、無理にとは言わないけど、まあ、行ける方はねやっぱり治療中でもお口の中って、ね、虫歯になったらまた治療も大変になってくるので定期的に定期検診は行った方がいいんじゃないかなって思います。はい、ということで突然ですが歯科矯正始めましたっていう動画でした。これもね私のやりたかったことの一つです。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは今日はこの辺でバイバイ。